どうも皆さん、モンスターハンターライズ楽しんでいらっしゃいますか？スラッシュアックス大好き、リュウです。さあ本日はですね、スラッシュアックスの中でも竜属性のスラッシュアックス、こちらのスラッシュアックスをね、紹介していこうかなというふうに思っております。竜属性のスラッシュアックスっていうのは古竜に結構効くんですよ。例えばナルハタタ姫とかは弱点が竜属性ですし、まあ、今回はね、ちょっとナルハタタ姫ちょっとめんどくさいなと思って近接では、なので竜属性弱点のサンドバック君といえばリオレウスさんということで、リオレウスさん相手してもらおうかなと思って来ております。で、装備の細かい解説は半ばぐらいに挟んでおきますので、テロップで何分からか出しておきます。このスラッシュアックス滅竜瓶なんですよ。滅竜瓶もね、麻痺瓶とか元気瓶と同じような感じで結構貯めやすいといったところで、合人研磨を今回採用してまして、白ゲージで運用していくんで、まずはトイレから開始ですね。で、ここで混合拳法を使って方向はキャンセル、これが強いですね。飛翔竜拳ももちろん強いんですけど、僕はね、リオレウスと戦うときはだいたい混合拳法持ってきますね。方向をすることが多いモンスターには混合拳法がかなり有利かなと思ってます。飛翔竜拳ももちろん強いんですけどね、かなりゲージ溜めやすくなったりダメージも出るんで、まあ、ただちょっと方向をそのかわす術が本当回生のくらいしかないので、スラッシュアックスはなんで混合拳法でゴリ押すのが僕は好きです。当たらない、全く当たらない、高すぎる。ここでもうちょっとイラッとして先行弾投げましたね。で、今回のリオレウスめっちゃ強くて、でここで混合拳法でしっかりと方向をゴリ押ししていく。今回のリオレウス、先行弾、まあ、リオレウスだけじゃないんですけど、モンスターが全て先行弾でなかなか拘束できなくなってるんで、かなりね、強化されてるモンスターじゃないかなと。で、ここでしっかりと足に当たっていく。で、こうなんで足を攻撃してるかっていうと、足ダウンが取れるんですよね、リオレウスって。なんで頑張って足を攻撃して足ダウン取ってこけさせるっていうのを狙ってます。さあ、圧倒的なこの回避の距離によってね、しっかりと相手の、あ、これはほら当たっちゃったな、しっかりと相手の攻撃をかわしていくといったところで、このイラッとして先行の投げていく。そう、落ちてね、今までだったらものすごいダウン時間拘束時間が入ったんですけども、今作からね、すぐ起き上がるようになっちゃってね、そう、これがあるんでね、足狙ってるんですよ。本当はずっと頭狙った方が強いんですけどね。で、ぐるんぐるんで、これが強いっす。やっぱここで181とか、まあ、会心出ると190ぐらいとか出ることあるんで、V 破壊されてると190ぐらい出ますかね。かなり強いですね、このスラッシュアックスは。リオレウスの頭に190はさすがにロマン。で、定点解説の話もしたいんですけれども、さあ、頭殴って、はい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 、あ、これ危ない。こういうね、定点攻撃はしっかりとステップとか回避でかわせるんで、回避距離はかなり優秀ですね。で、なるべくね、オノモードにして動き回った方がいいですね。オノモードの方が機動力が高いので。そうで、足の後ろにいると結構尻尾飛んでくるんで、ほら、これ危ないですよ。これ危ないんで、これちょっとね、注意したいところですね。まあ、本当にギリギリ、足の後ろギリギリにいたら当たんないんですけど、ちょっとでも離れると当たるんで。で、ここで方向来ると思ったんで、混合拳法打ったら方向がキャンセルされていくと。あ、ちょっと鬱陶しいな。ちょっと降りてもない。先行弾投げろ。よし、いいぞ。もう、ここ一生飛んでるとマジで攻撃できないからね、リオレウスは。はい。あ、これ危ないね。これも危ない。これね、本当に尻尾がめっちゃ強いんだよな。尻尾と、あ、これも危ない。あ、これが勝っていく。近くに行ったら、この、ジャンプしてドーンって言ったし、で後ろ回ったら尻尾だし、で前行ったらぐるんぐるん飛んでくるしみたいな感じで、結構近接には割と厳しいですけど、これね、この尻尾ね、尻尾長いんだよな。尻尾長すぎんで今のも危ねえな。切れ味がなくなったら砥石を高速化つけてるんで、これでしっかりと白ゲージを維持していくと。で、オノモードで立ち回っていくのが基本的な立ち回り方で、さあ、こけた。よし、いいぞ。で、定点攻撃ですね。A、ZR、ZR、A、ZR、ZR と。この繰り返ししておくといいです。これがね、一番 DPS が高いらしい。どうやら。タイムアタックとかやってる人とかの動画見たりとか、まあ、話に聞いたところによると、ZR で切って、で、A で振り回して、で ZR で変形すると。これを繰り返していくのが一番 DPS が高いみたいなね。まあそんなこと言いながら、パンパンゼミはやめられないみたいなところあるんだけどね。
もスラッシュアクサーってパンパンゼミにしたくて生きてるみたいなところあるんで。さあちょっと遠く移動されてしまったんですけど、まずはかけり虫をしっかりと更新して参考にしていくと。混合ケンプ何回も打てると強いのでね、なのでかかり虫はなるべく参考にしていきたいといったところですね。そして、ホームラン長を取って攻撃力アップしていく。で先行弾を打っていくが、もうここで落ちなくなりましたね。体勢がリオレウス君の体勢が先行弾への体勢が高くなってるんで、もうあの落下はしなくなりました。あーそう、これねこの尻尾強いんだよな。でここは混合ケンプでしっかりキャンセルしていく。出れこ、あ、ここで送流状態待機か。送流待機になったら基本的にはね研ぎ1回入れてから送流した方がいいですね。まあ、今忘れましたけどね、思いっきり反面教師にしていただいて。で確かね次のねこのね棒に当て落としたから俺外れんだよ、ミスりました。まあいいでしょう。でこういう時は頭にいって、で ZR ZRA ZR っていう、まあ、この組み合わせをずっと永遠にやり続けるのが一番強いらしい。で混合ケンプで近づいて尻尾切っていく。オッケー。さあもうボロボロですよ。でこれ張り付こうとしたんですけれども、見事に、ものの見事に外れました。これあの一撃目のあの突き刺しが当たんないとね張り付けないんですよ。お、ナイス猫ちゃん。猫ちゃんは真ひぶきを持たせております。はいはいはい。で張り付こう、よいしょ。これが気持ちいいんだよね、これが気持ちいい。ということで、まあ、大体は6分ぐらいですかね、僕の腕だと。早いと捕獲だったら、5分切れたこともあったけど、まあ、大体6分とか、6分から7分の間ぐらいですかね、の感じになりますね。まあ、頭にもうちょっと張り付いて攻撃できれば、あのもっと早くなると思いますけど、ただね、やっぱりね、このね、スラッシュアクス、白ゲージで運用できるっていう点と、まあ、リオレースの頭が竜属性ものすごい通るっていうので、かなり気持ちいいダメージが出るんですよ。コリュウって、あの大体竜属性が弱点なことが多くて、ナルハタタ姫とかもそうだしね。なのでぜひですね一本作っておいていただけると、今後のなんか交流実装に向けての準備になるんじゃないかなと思うんですよね。なのでぜひ、皆さんも、気に入ったら竜属性スラッシュアックス作ってみてください。スラッシュアックス大好きなんで、まあ、全部の一応属性のスラッシュアックスの装備紹介していこうと思っております。ちょっと遅いかな、6分45秒は。それでは装備紹介パートやっていきます。使っている武器は大天狗、リンプ、グンダリという竜属性のスラッシュアックスですね。これはあの滅竜瓶なんですよ。特殊瓶ってやつですね、いわゆる、まあ、毒瓶とか麻痺瓶とかと同じように覚醒がさせやすいっていう瓶になってます。で属性が竜属性、これあの46って表示されてますけれども、これはあの竜属性攻撃強化と、それからこの百竜強化ですね、百竜スロットの装着瓶強化で、ここまで伸びているっていう感じですね。46はかなり属性値としては優秀な部類になりますんで、まあ竜属性弱点のモンスターにはさっき見ていただいたようにね、リオレウスの頭とかもうバチコリとダメージが入るということになっております。で一応、使っている、防具はオロミドチュラ、これマガイマガトのやつじゃなくデスギア、五石はね、合人研磨レベル2スロット1っていうやつを使ってますね。スキルはこんな感じになってましてですね、必須スキルは合人研磨レベル3と匠レベル1以上と砥石を高速化のレベル3、これがまず必要なのと、あと強化持続レベル3と高速研究レベル3って感じですね。この辺があの必須スキルになっておりまして、まあ、今回のこの武器は白ゲージが出ますんで、まあ、白ゲージを、まあ、維持していくと、これが一番火力が出るあの方法だと思いますんで、まあ、これで運用していくという形ですね。で弱点特攻を入れたかったんですけど、個人的にはちょっとねスキルが重くてですね入れなかったんですよ。なんで攻撃6にしてますっていう感じですね。まあこれもうちょっと紙お守りがあればレベル7にできるかもしれません。で竜属性攻撃強化はこれあのレベル5まで上げると竜属性攻撃値を 1.2 倍すると、で竜属性攻撃値にプラス4されるよっていうことなんで、まあこれはさすがに強いなと思って、これをレベル5までぶち上げました。で回避距離アップレベル1は趣味なんですけど、スラッシュアックスはまあ回避することしかできないので、まあ、レベル1くらいはあった方が結構相手の攻撃をね避けることができるんで、これは入れていると。で鬼火まといはちょっとおまけでついてきてるって感じですね。でひるみ軽減を入れたい場合は、まあ、攻撃を落としたりとか、まあ、竜属性攻撃1個落としたりとかすればひるみ軽減入れられますけれども、
あんまりスラッシュアックスってね、あった方がいいと思うことあんまないんだよね。あのスーパーアーマーの攻撃がかなり多いので意外となんとかなります。ひるみ経験なくてもマルチで使う場合は、攻撃落としたりとか、流動性攻撃強化落としたりとかして入れてもらってもいいのかなっていう感じですね。まあその辺はスキルシミュレーター使っていただければなと思うんで、スキルシミュレーターの使い方は概要欄に載せておきます。で装飾品ですね。装飾品はこれ全体で見るのどうすればいいんだろう。全体で見れないか。紅葉で攻撃攻撃研磨研磨研磨攻撃攻撃ハリウ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 という感じですね。武器の作り方めっちゃ簡単で、これ天狗獣派生でここ生産できるんですよ、一発で。なんでこれ生産してもらって強化強化でいけますんで、よかったらね皆さんも作ってみてください。結構古竜とかは割と竜属性弱点多いんで楽しいと思います。はい、獣の玉ぐらいしかいらないんで、まあレア素材もいらないしね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次のスラッシュアックス動画でねお会いしましょう。バイバイ。